ジャパニーズ。ハズゴイしてる。ザゲル。うわー！ゴゴン！スルー！スイムデッシュ！そしてカウロン。ヤング。ウォー！ダリガイ！絶対に踊らなければいけない地獄のルーレット。うわー！うわー！うわー！前回も好評でしたからね。そうですね、第1回ちょっとやってますので、まだ見てない方はぜひ見てください。もうタイミングも分かってきましたね、はい、今のこれどんも言わなくなってきた。うるさくないかそれ無言阻止な。はい、ということでルール説明の方スロー君お願いします。はい、まずルーレットがですね、 J-POP、ヒップホップの2種類あります。はい、その中でですね、スリムヒップホップだったりとか、ザキー J-POP だったりとか、いろいろ種類があるんですけれども、その中でね、なんと地獄のものがあるんですよ、一つ。はい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 、3人っていうのがあるんですよ。そう、今回は3人を追加しました。これが出た時どうすんのよ。言うたらいつも通りじゃないですか、3人、うん、言うたらわかるなぁ、ヤング、すごいなぁ。おそういうところが俺ヤングのいいところだったりするかいや、悪い方やばいぞ、コロイツぞ、コロイツぞ。この公演を一周します。そうですね、で、ヤングがルーレット回すんだけど、いつ来るかわかんないからね。そう、はい、前回同様、まあだから本当に散歩しながらヤングが急に曲をかけて、それを踊らなければいけないっていう、まあ簡単に言うとカオスなゲームです。はい、ということで喋っててもなんなんでね、はい、行っちゃいますか。スリムくんお願いします。プレイリストの中身は誰も知らない、これがこの企画の楽しいところでもある。以上ジャパニーズ。では旅に帰るまでが遠足です。旅に帰るまで歩こう歩こう歩こう私は元気元気歩こう。うわスロー、クモさんいるぞ。ガチでエグいクモ。スロー、ルーレット回しますよ。ルーレットタイム。スロちゃん、スロちゃん、クモさんいるよ。クモ怖いクモ怖いやだよ。ジャパニーズスロー、ヒップホップ。ヨー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 。甘さて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 幸せで寂しい甘さて幸せで悲しい甘さて甘さてでもいい感じ外国人なりバレリシセハッピーコー言うぞ。ジャパニーズどうでしょう、一発目。ハッピーは一発目じゃない気がすんなジャパニーズ何やってんの。ちょっと一回止まろうよ。どこまであいつ何なんだあいつ止まんないの。うわなんか見てるよあいつ。何見てんの。スリムお前さ何見てんの。お前ルーレットタイム。スリム兄貴何食べたいですか。エロ本で会ってくれよスリム J-POP ガスのピアスに弾けて握る誰の腕の中を踊る悲しいベースヤー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 。どうでしょうかスリム。実はスリムが離れてる間にもうルーレット回してました。へーやってなんで。スロー上見てみたらびっくりするよスロー。うわー臭い、ビビるぐらい。臭いもん、何の匂い。顔がやばいよスロー。引退、多分視聴者はもう見たくなってるよスローの。引退します。はい、じゃないでしょ。引退します。スローちゃん僕も引退するから。なんか日が差して神みたいになってる食べれんの。回れザッキー J-POP メリーゴーラウン大きしいて止まらない。歌う企画じゃねえんだわ。ジャパニーズ。うわスロー見て、雲が2匹いる。もう本当に危ないからさ、雲って倒すよ。多分びっくりしちゃうんじゃないスロー。スロー危ないって。スロー、びっくりするなよ。雲ってマジいきなり攻撃してくるからな。誰の呼吸生き残った。平気、わースリムまた J-POP。 スロー、スロー、スロー、おー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 イエーイ、おージャパニーズ。はい、ということで急に来たけど一歩くれよジャパニーズルーレットタイム。怖いから俺昔テコンドー習ってたんだよ。
ザキーヒップホップ。忍者も10万人に向かってもうちょっと頑張っていかないとな。そうだね、時期でございます。まあ今10月でしょ。うん、まああと11、12、2ヶ月か。2ヶ月で俺ら10万人を目指してるわけでしょ。はいはいはい。そのためにはやっぱり俺はみんなに協力してもらわないといけない気がする。間違いない。でもよでもよでもよ、協力してもらうってことはさ、こいつらに協力したいなって思わせなければいけないわけでしょ。そうだよ。スロー J-POP。バカにしないでよ。そっちのせいよ。ちょっと待って。はい。プレイバック、プレイバック。プレイバック、プレイバック。ジャパニーズ。なんでも来いよ。俺なんでもできんだね。もうだいたい5キロぐらい歩いたからさ。ルーレットタイム。ザキ一回寝ていいよ。え？寝ていいよ。こんな気持ちいいことあるっすか？合格だよお前は。してるし。ザキまたヒップホップ。プッシー。カウントファーストはサービスモーマイムーブ。That's what it was. Ready on. Yo. Yo. No problem. Still be happy now. Let's go. Running. Yo. Yo.ダメだって。何で帰ろうとしてんの。バイバイ。そのままザキは森から帰ってこなくなった。ジャパニーズ。はい、ということでやってきました。忍者がようやく一人減りました。この喜びでどうやって表現すればいいですか。キスかハグか何々か。全部できる。すいません、あの忍者の方ですか。で、どうします。え、スリムさんですよ。写真撮ってもらって。撮ってあげな。マジですか。まあいいですけど。普段はこんな対応はしない。ハッピーアリオン。まだ一個だけ発表してなかったわ。みんなに新しいアルバム発表してなかったっす。お前ダメだって今。まだダメ。いや、言わない予定だったじゃん。ちょっとだけいいんじゃん。ちょっとだけなじゃん。それでは聞いてください。ザッキルフィーチャリングスローで。チキン大根は溶けないうちに食べないとあんまダメ。あんまダメ。ミュージックダーツ。君大福を初めて食べた時、私の人生がやっと幕を開けた。レミーゼ昇竜拳。いやいや。レミーゼ昇竜拳。いやいや。レミーゼ昇竜拳。いやいや。昇竜拳。いや。ジャパニーズ。いやレレイ。ゆっくり歩いたんで、もうここら辺でお開きという形で、もうね、結構踊ったっしょ、しかも。うん、いいかな。もう踊る必要はないよね。おい、終わりだと思ってんのか。生ぬるいな、生ぬるいな、生ぬるいな、生ぬるいな。ダリンだよ、いつも。生ぬるいな、生ぬるいな。稲川淳二。もう今ので、でも動画切れたっすよね。動画もういいでしょ。落ちたでしょ。視聴者の人は左下あたりなんか見えてんのよ。ずっと気になるものがもう回してあるんですよ。視聴者だけは来るな来るな。はい、お願いします。じゃあルーレットめくっちゃってペロン。3人でした、ごめんなさい。